2015年1月4日にフジテレビで放送された芸能人が特技などを披露し、その分野でのナンバーワンを決める番組といえば、芸能界特技王決定戦てっぺんだ。その中での勝負の一つ、ピアノ部門では、ピアノの得意な青木さやかさんや松本明子さんなど、多数の人気芸能人が登場していた。しかし、一人だけ、あまりにも格が違うと話題になっているのでお伝えしたい。